先日投稿した動画で GR スープラの性能テストを行ったのですが、やはりというかなんというか、新しくなった GR スープラは、速さの面において、80スープラを大きく上回っていることが確認できました。だからその初見に不親切な入りやめろっつってんだろ。まあその辺は過去動画を、各自、時間と労力と電力を消費してご覧ください。見たら損するみたいな宣伝してどうすんの。しかしですね、80スープラの魅力といったら、やはりノーマルの性能だけではないと思うんですよ。一体何を口走り始めるつもりなのだろうか。80スープラといえば、ハードチューンにも耐える、高耐久の 2J エンジン。つまり前回のテストは、あのエンジンの封印を解くことなく、終わっているのです。まるでノーマルのスープラが、本当のスープラじゃないみたいな言い方だな。歴代グランツーリスモでも、80スープラはエンジンにフルチューンを施すと、割と頭悪い感じの馬力が出る車。そこで今回は、80スープラと GR スープラ、両者をフルチューンにして走らせたら、どちらが速いのかを、テストしてみたいと思います。話しないでんじゃねえよクソが。おちけつおちけつ。ただ、フルチューンでコーナーの多いところを走るのもあれなんで、今回はストレートが長めのコースを選びました。そのあたりご了承ください。検証車両1台目は、GR スープラ。先日のフジでのテストでは、80スープラをちぎり捨てた NSX-R を相手に、この2台を圧倒したと言っても過言ではないほど、秀逸な走りを見せました。ノーマルの状態で、すでに優れた走行性能を示しましたが、今回はこの車のエンジンに、チューニングを施し、出力を可能な限り引き上げました。この車のエンジン出力を、ゲーム内で可能な限り引き上げると、603馬力になります。数値的には、かなり引き上げられてはいるものの、次に登場する、80スープラの存在を考えると、このエンジンパワーで戦えるかどうか、少々、不安の残る数値かもしれません。新しい車ということで、まだ、チューニングノウハウが蓄積されていないという、設定なのでしょうか。前回の動画では、NSX-R にも引けを取らない、コーナリングスピードを見せていたので、コーナリング性能を武器にして、80スープラに立ち向かうことになるでしょう。検証車両2台目は、2JZ-GTE 型スープラ。先日行われた、NSX-R と GR スープラを交えたテストでは、この2台に、はっきりと遅れを取りました。しかし、それはあくまでも、ノーマル状態での話。心臓部に搭載された、2JZ-GTE は、その高い耐久性ゆえに、チューニングベースとして、高い人気を誇るエンジン。こちらの車両も、今回のテストに合わせて、エンジン出力を、可能な限り引き上げました。その結果、初代グランツーリスモ時代を彷彿とさせる916馬力を叩き出します。フルチューンの GR スープラと比べて、エンジン出力で実に300馬力以上も上回っているのは、やっぱりガレージに、このエンジンのチューニングノウハウを持った、怪しげなチューナーやらなんやかんやが、潜んでいるからなのでしょうか。ガンさん、マユミ、それとも湾岸周りのおっさんたち？地獄のチューナーもちょっと引くくらいの、強大なエンジンパワーを秘めた80スープラ。やはり得意とするステージは、そのエンジンパワーを生かすことのできる、長い直線になりそうです。検証車両に施したチューニングを、確認します。両車にチューニングを施した箇所は、2点で、エンジンと、タイヤです。エンジンは、いわゆるフルチューン、タイヤは、普段のスポーツハードでは、グリップ力が足りないとの判断から、スポーツソフトを、採用しました。また、80スープラのみ、フルカスタマイズミッションを採用しています。これは、ギア比の問題で、最高速が足りないためです。まず、GR スープラのチューニング内容ですが、パワーアップレベルは最大の、ステージ5、パワー上昇率の最大値は、177% なので、そこまで上げきっています。ちなみに、どうやらノーマルの、2倍の出力にもならないようです。パワーが3度の食事より好きな、旧型ファンの視聴者の方々も、思わず液晶の前で、ガッツポを決めているのではないでしょうか。エンジン出力は、先ほど紹介した通り、603馬力となっています。重量はいじらずに、そのままにしてあるので、長い直線では、朝倉山地の Z あたりの、餌食となるかもしれません。また、タイヤは先ほどの説明の通り、スポーツソフトを採用しています。トランスミッションです。GR スープラは、フルカスタマイズミッションを搭載すると、8速から7速へと変更されます。おそらく、シーケンシャルミッションに換装しているため、このような仕様になるのではないかと思います。今回は、ノーマルのギア比で、いろいろと間に合ってしまうので、今回はミッションを、ノーマルのままにしておきます。そして次は、80スープラ。エンジンチューンは、こちらも最大のレベル5、そしてパワー率は、277% となっています。当然、最大限まで上げ切った状態です。エンジン出力は実に916馬力。湾岸ミッドナイトというより、もはやレーシングラグーンみたいな数値になっています。やはりこの車も、400キロを超えたあたりから、ステアを切った方向とは、逆方向に曲がったりするのでしょうか。そしてトランスミッション。ノーマルのミッションでは、最高速を出し切ることができないため、フルカスタマイズミッションに換装し、ギア比を調整しています。自動設定の最高速の項目は、400キロに設定。しかし、これでも、この車の最高速を引き出すことはできません。これもすべて、あの頭の悪いエンジンのせいです。そこで、ファイナルギアを、初期設定の 3.266 から 2.850 に変更しています。セッティングシート上では、6速が許容する速度は、480キロということになっています。なんかバグ車みたいな数値になってますが、実際はそんな見てないですけどね。それでは、04タイムと最高速を計測します。まずは GR スープラ。今回は最高速を計測する都合上、2台とも04計測シーンを収録してあります。トラクションコントロールを使って GR スープラが出ていきました。早くも5速、非常に短いシフトで加速していきます。さあタイムはどうか。11秒3。パワーに対して1速2速が短すぎて、ややスタートがもたついたかもしれません。そしてそのまま、最高速計測に入ります。音を小さくして加速。下り坂を利用しての最高速は380キロ。とりあえず、豆腐屋産地の86の餌食には、ならずに済みそうな速度です。お前の中の86は何なんだよ。ちなみに、こちらはフルカスタマイズミッションに換装した場合、1速が長くなるので、04タイムはコンマ3秒ほど上がり、11秒フラットを叩き出しますが、最高速は、ほとんど変わらない数値が出ます。続いて80スープラ、こちらは GR スープラのゴーストを表示した状態にします。フルカスタマイズミッションの初期設定ベースなので、1速の長い80スープラ。トラクションのかかり具合が厳しいようですが、後半伸びるかどうか、ゴール前で一気に差を詰める。タイムは11秒333、GR スープラの11秒317に、わずかに及びませんでした。最後の追い上げの勢いがありすぎて、着差とタイムがずれてるように見える。それでは、そのまま最高速計測に入ります。そして動き出した瞬間にこの勢い。まるで第1コーナーで前のケツを狙うミサイルの勢いだー。300キロで5速にシフトアップ。きっと、高橋洋介もこういうでしょう。2速が5連チアピンにぴったり合う、そんなギア比だな。そんなギア比で峠なんか走るか。そして360キロで6速にシフトアップ。朝倉さんちの Z なら、6速を封印しても、あっさり抜けるようです。朝倉さんちの Z も、やっぱり隠された6速をお持ちで、あれ8速まであるらしいぜ。そして80スープラは、坂の手前で400キロ突破。坂を登っても失速がありません。むしろじりじりと加速していく。逆境を跳ね返し、自らの力に変えていくというのか、その加速力はまさに神をも恐れずに空を舞うイカロスだー。確かにそれは大げさすぎやしませんかね。さあ、夕日色の波を両左右に向かえて、80スープラがここから下り傾斜に入ります。もはや空気の壁もクソもない。いやけこそ顔出すな。速度はさらにどんどん上がっていく。この下り坂の最中で420キロを突破。一つ間違いはただでは済まない。傷ついた言い訳を作りに転ぶのはやめてくれ。その危なさか。そして80スープラが無事下り坂を通過。坂で転倒することはなかったようです。ここで加速が止まる。最高速は430キロ。おそらくノーマルのベイロンや、ラフェラーリを超えてくるであろう。凄まじい記録を叩き出しました。それでは、検証条件を確認します。バトル形式はいつもの通り、ゴーストを使用した、タイムアタックバトルです。検証に使用するコースは、東京エクスプレスウェイ、東ルート内回りコースです。中速コーナーを主体とするコースですが、ホームストレートは、非常に長いものとなっています。チューニングは戦術の通り、エンジンのみフルチューン。足回りはなんやかんやでノーマルのままなので、この辺りは足回りが柔らかめな、80スープラに不利な設定かもしれません。タイヤは、ゲーム内の S タイヤの中では、最もグリップ力の高い、スポーツソフトを採用。アシストは、ABS のみ。引きの強さは、標準です。ホームストレートが長いとはいえ、コースの半分は、中速コーナーの連続するコース。直線では80スープラの、爆発的な加速力が生きるものと思われますが、コーナリングセクションをこなせるのかどうかが注目です。それでは、バトルを開始します。夜を迎えた東京エクスプレスウェイ。旧世代のモンスターマシンと、復活した新世代モンスターの対決。展開は分かりきっています。青島さん。ストレートスピードは完全に、旧型の80スープラの方が上でした。スタートから1コーナーまでの区間で、旧型がパワーに物を言わせて、前に出ることになるでしょう。そのリードを保って逃げ切るのか、あるいは中盤のコーナリングセクションで、TR スープラが旧型を振り切ってしまうのか、そのあたりが勝負の焦点になりそうです。スタート前からすでに330キロ突破、この頭の悪い馬力の市販車で、まともにタイムアタックをしようという頭の悪い企画が、かつてあったでしょうか。そしてスタートからスピードが桁違い、馬力が物を言うこのホームストレート、いや馬力が物を言うとはいえ、これは思ったより大きなリードになりそう。80スープラが、1コーナーまでの全開区間で、大きなリードを築きました。375キロからのフルブレーキング。ちょっと止まりきれていない。旧型がちょっと止まりきれていないが、しかしその分脱出は直線的に脱出できます。トラクションのない旧型にはむしろ高苦労化、そして旧型は3速でホイールスピンしながら加速、200キロ手前までホイールスピンを起こしていました。最初のコーナーで新型が大きく差を詰めたものの、ここで再び差がついてしまいました。80スープラが単独でコーナリングセクションに入っていきます。フロントにやや重さの残る旧型、この辺りはややアンダーステアが顔を出します。なんかすっぽい印が空いているのは、中の人の問題です。一瞬ちらっと後方が映りましたが、TR スープラはまだ10車身ほど後ろ、しかしこのコースはこの辺りから、だんだんとコーナーが増えてくる。TR スープラの鍛え上げられた車体と足回りは、この辺りで生きてくるのではないでしょうか。さあまだ先頭は80スープラ、旧型がまだ逃げる、この辺りは200キロ近い速度で走っていますが、ずっと3速のままです。中速の S 字を通過。この辺りは旧型もまずまず綺麗に抜けていますが、ここで新型が差を詰める、TR スープラがやってくる、その姿がバックミラーに大きく映り始めています。やはり新型は速いのか、20年も前の片落ちに負けてなどいられないと言わんばかり、さあ一気に来たー。この長い展開で、TR スープラが一気にまくる、旧型ふらついているぞー。旧型が左右に揺れるような動き、2台並んで最終コーナー、最初のストレートの大差をひっくり返して、ついに TR スープラが並んだ、さあ TR スープラが前に出たー。コーナリングスピードにここまで差があるのかー。最終コーナーだけで TR スープラが3車身、しかしここからは長いホームストレート、900馬力を超えるエンジンパワーが炸裂する。新型が築いたリードを、あっという間に不意にしたー。80スープラが再び先頭に立つ。この直線を抜ければ、あとはゴールを迎えるのに、もう TR スープラははるか後方。これが 2JZ の破壊力、チューニングによって、全くの別物に生まれ変わった80スープラ。いや、むしろこちらが本来の姿なのか。80スープラが今ゴールイン。コーナーでは新型がよく追い上げましたが、長いストレートのあるコースでは、900馬力もの爆発的なエンジンパワーが、80スープラの背中を押しました。それでは、検証のまとめです。まとめといっても、先日の GR スープラのテスト動画をご覧の方々にとっては、当時の動画の延長のような話になるかもしれません。前回の動画と今回の動画で違っている点は、主にエンジンパワーです。新型の GR スープラは、このゲームではエンジンをフルチューンにすると、603馬力まで上がります。他方、80スープラは、エンジンをフルチューンにすると、916馬力まで上がります。前回の動画では、80スープラと GR スープラは、ノーマルの状態では、パワーウェイトレシオの上で、ほぼ互角でした。しかし、80スープラといえば、ハードチューンにも耐える、高い耐久性を誇るエンジンが特徴的です。グランツーリスモの過去作でも、特に初代ではターボキットステージ4を装備すると、エンジン出力は800馬力を優に超え、スタート前の画面からずっとアクセルを踏んで、回転数を上げておかないと、ろくにスタートすることもできない、そんな記憶をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、この車はノーマルの状態では、走るための性能を完全に引き出しているとは言えないのではないか。そう思い、両車のエンジンをフルチューンにした状態で、性能を比較してみることにしました。フルチューンにすると、80スープラの方が300馬力ほど上になりますが、前回のテストでは、コーナリングスピードで新型が圧倒的に上回っていたので、そこでタイム差はある程度埋まるだろうと考えました。やはり今回の主役は、900馬力オーバーになった80スープラです。チューン後のエンジンスペックは、かなり異様な数値を叩き出していますが、その数値の通り、ギア次第で、最高速は400キロを超え、3速200キロ近くまでホイールスピンを続ける、化け物じみた走りを見せてくれました。車体バランスの問題で、コーナーでは、全体的にアンダーステアが強く、この車に、コーナリングスピードを望むのは、酷かもしれません。しかし、エンジンの性能を、フルに引き出せば、類を見ない加速力と、最高速を得ることができます。この豪快な走りは、一見の価値ありなので、ぜひ一度体験してみることをお勧めします。今回のテストでは、足回りはノーマルのままでしたが、中速コーナーで左右に揺れる動きが出ていたので、足回りは適度に固めておいた方がいいでしょう。対する GR スープラですが、この車に搭載された BMW 製 B58 型エンジンは、このゲームでは 2JZ ほどのエンジンパワーは出ず、すべてのチューニングを施しても、最高出力は603馬力にとどまりました。前回のテスト動画では、この車のエンジンは、ピークパワーよりも、ピーク前後で、パワーやトルクが落ち込まない、フラットな特性が、速さの源泉であるように見えました。しかし今回のテストでは、旧型のフルチューンと比較すると、さすがにピークパワー不足の感がありました。直線での、旧型との離れ方を見てもわかる通り、ピーク以外の、パワーやトルクの盛り上がりだけでは、埋められないほどの、大きな加速力の差がありました。しかし、加速力では、旧型に遅れを取ったとはいえ、コーナリングセクションでは、その圧倒的な速さを見ることができました。今回は、テストに使用したコースが、高速ステージだったので、80スープラに有利な面がありましたが、もう少しコーナーが多いコースなら、この差は十分に、逆転できるものと考えられます。今回は、エンジンだけ、思いっきりスペックを引き上げましたが、足回りはノーマルのままでも、十分についてくる足でした。旧型のようなふらつきはなかったので、単純にエンジンパワーを上げるだけでも、十分楽しめるのではないでしょうか。いろいろ5択を並べましたが、今回は特にエンジンをフルチューンにした旧型のアホみたいな加速力に圧倒されました。私は普段はノーマルの市販車ばかりテストしているのですが、この乗り味は本当にぶっ飛んでます。どれくらいアホみたいなぶっ飛び方かというと、軟式グローブのパークマンサーがベアナックルみたいな感じの馬になってラチ蹴りに失敗した挙句なぜかそこに立っていたボブサックを倒してしまう。それくらいのぶっ飛び加減です。トラクションが追いついていないので、200キロ付近でもホイールスピンを楽しむことができます。ノーマルとは全く質の違う走りなので、ちょっとパワーな気分になりたい人は、この車で遊んでみてください。自分で言っててちょっと意味わかんないですけど。それでは、今回の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。